ハロー、シンガポール。どうも、MC のイモキンです。シャレ。今日はシンガポールで私たちがおすすめする絶品のデザートチップ、長瀬をご紹介したいと思います。シャレ、Do you like the desserts of sweet food? Yeah, I really love sweet. Yeah, yeah, 見てみてよ。So, I'm a sweet tooth. Sweet tooth, yeah. 僕たち本当にね、デザート好きなので、今日はいろいろデザートを紹介していきたいと思います。それでは早速行きましょう。シンガーライ1店舗屋バルスタートコーヒーです。ここは2015年に北海道にオープンして2019年にシンガポールに上陸しました。ここはなんといってもね、白熊のかき氷が超美味しいんですよね。あとソフトクリームだったり、あとなんといってもね、クリームパフが超美味しいんだよね。やってみたらクリームパフ、 I love cream puffs、ブラウンシュガーのね、すごいさっぱりしたね、ダブルティーもあるので、ここは超おすすめですよ。ここは先頭したというと、あとはタンジョンパガーにもお店があるので、タンジョンパガーはランチにもすごい最適で、カツサンドも超おすすめなので、行ってみてくださいね。2店舗目はクラです。こちらはあのリバーバレーにあるスイーツ店なんですけども、ここはなんといっても私のおすすめなのが、ゆずパイナップルダブルチーズなんですよね。Do you like so ゆずパイナップル?I haven't really tried that before, but I would love to try it. Sounds so refreshing already. Yeah, yo, that's why. Use the pineapple double cheese. Okay. この商品なんですけども、パイを割るとですね、use the pineapple のソースがとろーっとそこに出てきてですね、下にシェイクある小麦粉と味噌のクラッカーもすっごい塩味が絶妙なので、甘いのとしょっぱいの交互に楽しむことができるので、ぜひ行ってみてくださいね。3店舗目は、ウィキウィキです。ウィキウィキ、ね。So please wake up. Oh! Yeah! Okay! It's coffee, so open around 8 a.m. So early. So early, yeah. 僕も結構ね、朝早くから空いてるので、すごい開放感のカフェなので、仕事で使わせていただいてるんですよね。ここがなんといっても、リンゴのワッフルが超美味しいんですよ。ワッフルの上に、そう、バニーアイスクリーム。Yeah, so nice for us. ここはあとですね、ラテアートも有名なので、もうワッフルとあとはラテと一緒に皆さん楽しんでみてくださいね。4店舗目はブルネッティです。ここはオーストラリア発祥のお店で、シンガポールには10年前に来ました。ここはなんといってもですね、イタリアのデザート、カノーリが超美味しいんですよね。これがシチリア産のワインを入れた生地。これを筒状にして揚げて、中にカスタードクリームをめちゃめちゃこう詰め込んだやつ。これがね、めちゃめちゃ美味しいんですよね。これがイタリア産のエスプレッソと相性抜群なんですよね。5店舗目はブラックタップです。今ブラックタップ。ああ、yes, I know this one. This one is located at Marina Bay Sands. Yeah. Yeah. So, big shake. Yeah. Have you ever tried? Yeah, I tried it before. Oh. Once. Once. でもメガ盛りシェイクがあるんで、インスタ投稿にもすごいおすすめですね。なので皆さん、恋人同士だったり友達と、ぜひシェイクトライしてくださいね。続いて6店舗目です。ここはね、日本人の方すごいよく知ってるんじゃないですか。とても有名なシェフ山下さんです。ここが夫婦でですね、2014年シンガポールにオープンしたお店なんですよね。ここはなんといっても、いろんなバラエティ豊かなケーキが楽しむことができるんですよね。So, what kind of cake do you like? My favorite is the strawberry shortcake. Ah, strawberry shortcake. Wow, nice. Anything new? Messy chocolate. Chocolate. Yeah. So you can enjoy the menu cake. Yeah. Yeah.ショーケースにね、もうほんとバラエティー豊かなケーキがバッと広がっててね、あと焼き菓子とか、あとカステラもとてもバラエティー豊かにあるので、そちらもぜひ楽しんでみてくださいね。そして最後7店舗目がパントラーです。ここもね、すごい有名で知ってる方も多いんじゃないでしょうか。ここはね、本当にね、日本人の駐在の奥さんにとても人気のお店で、こちらも日本人のパティシエがケーキを作ってるんですよね。This store, so recommend cake is so bon brun and strawberry shortcake. Oh, yeah, yeah. あとここね、本当に美味しいのでね、本当手土産とか、あとは旦那さんへのプレゼントとか、大切な人へのプレゼントとか、そういうのに手土産でプレゼントしたらとても喜ばれると思うので、ぜひおすすめです。今回は私たちがおすすめするシンガポールのおすすめのデザート店をご紹介しました。Which dessert store? So do you want to go? Okay, I wanna try out Kura. Kura, yeah. Because I wanna try their yuzu pineapple double cheese. It sounds so good. I just wanna try it so bad. Yeah. Okay, please go to seven dessert recommended dessert. This one, I actually hop, cafe hop and go around during my free time.
time. Yeah. Just everyone. Yeah. Please for everyone. Yeah. じゃあもう皆さん本当に甘いもの好きデザート好きっていう方はぜひ私たちがおすすめしたデザート店に行ってみてくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。 See you next time。 チャンネル登録よろしくね。楽しみ尽くすSingapore Life